中国大使館の公式エール、羽生結弦への愛についての驚くべき物語。こんにちは、尊敬される読者の皆さん。時折、国際スポーツの舞台裏には、文化と愛が結びつき、私たちの心に残る瞬間があります。今回の記事では、そのような感動的な瞬間に焦点を当てます。中国大使館が、フィギュアスケート界のスーパースター、羽生結弦選手に送ったエールについてお話ししましょう。それは、 単なる、いいねを超えた、特別な愛の表現であり、中国での彼の人気を象徴しています。公式エールの背後に潜む感動のストーリー。2023年、北京五輪シーズンの幕開けに際し、羽生譲選手は自身の情熱と努力について語りました。その言葉が、まさかの場所から特別な注目を浴びることになりました。中国大使館の公式ツイッターアカウントが、羽生選手の言葉を引用し、 彼にエールを送る投稿を行いました。その瞬間、通常のいいね、数をはるかに上回る2500件以上のいいねが集まりました。これは、ハブ選手が中国でどれほど愛されているかの明白な証拠でした。愛と応援が溢れるコメント。中国大使館の投稿に寄せられたコメント欄は、感動的なメッセージで溢れていました。中国のファンたちからの声援は、まさに真からの愛の証でした。彼らは、 政府を墨付きの愛と表現し、ハブ選手への深い尊敬の念を示しました。彼の健康と成功を願う言葉がコメント欄を飾りました。中国大使館のメッセージ、頑張ってください。中国大使館の公式ツイートには単なる支持表明以上の意味が込められていました。彼らは、頑張ってください。と述べ、彼の未来への期待を示しました。これは、彼がスポーツ界での成功を追求する過程で、 国際的な友情と応援がいかに大切なものであるかを象徴しています。羽生譲弦選手の国際的な成功。羽生譲弦選手は、フィギュアスケートの世界で驚異的な実績を収めています。オリンピックで2連覇し、数々の国際大会で金メダルを獲得しています。その才能と努力が、世界中のスケートファンから称賛されています。まとめ、中国大使館が羽生譲弦選手に送った公式 L は、 単なるツイート以上のものでした。それは、国境を越えた愛と尊敬の証であり、スポーツが人々を結びつける力を示しています。羽生譲弦選手は、フィギュアスケートのトップであり、国際的なスターであると同時に、文化と友情を象徴する存在です。彼の成功と、それに続くシート愛は、スポーツが持つ力と美しさを示す最良の例です。この記事は、 国際的なスポーツと文化の交流に興味を持つ読者の皆様に捧げられます。我々は中国大使館の温かいエールが、スポーツ界における友情と共感の象徴であることを祝福し、羽生譲れ選手が未来に向かってさらなる成功を収めることを願っています。最後に、スポーツは国際的な結びつきを築く優れた手段であり、その力は私たちの心に響く瞬間を生み出すことがあります。 これからも、羽生譲る選手のような素晴らしいアスリートたちが、世界中の人々を結びつけ、感動を提供し続けることを期待しています。